その子ライターの使い方すら知らなかったのね。まったく、他のターゲットを探すわ。どうしよう。迷い込んじゃった。いたわー。ねえねえそこのあなた。何ですか？てわー。出たー。いけない私としたことが焦ってしまったわ。私の名前はアリス・マーガトロイド。あなたの名前は？私はタタラ・コガサって言います。コガサ。いい名前ね。コガサは今日のパーティーを楽しんでる？わかんないです。仲間ともはぐれてしまったし。じゃあ今は一人ってことなのね。浮かない顔してるけど、何か悩み事でもあるのかしら？実は私劇団に所属していて、今日はその仲間とここに来たんです。私女優になりたくて。私ホラー映画の驚かす役に憧れているんです。でも同じ劇団員からは、驚かされる役の方が合ってるよ、って言われるんです。そう？私もあなたは驚かされる役の方が合っていると思うわ。でも私は驚かせる役がしたいんです。あなたのお顔はとっても可愛いんですもの。世の中には驚かされる側をしたくてもお化け役にされる人の方が多いのよ。でもあなたは辛いのね。人からの期待に応えすぎて疲れちゃったのね。こんな楽しい場所でそんな顔していちゃ未来の大女優がもったいないわ。この人なら私のことをわかってくれそう。私も人形劇を街でしていたことがあるから作家の人に顔が利くわ。あなたのことを紹介してあげるから。ちょっとここを出てもっと話さない？はい。お願いします。そうね。じゃあ私の家に行きましょうか。女優志望。ちょろいわね。私がさっぷりレッスンしてあげるわ。さっさとロリ娘は家に帰ってママのお乳でも飲んでなさい。お酒なんて100年早いわよ。あんた私を怒らせてタダで済むと思うなよ。ちょあんた何してんのよ。おらー。出てわー。もう二度と帰ってくるんじゃないわよこのバカ巫女が。知ってる？あなたの人には夫はいと言って。出てきたちょっと、あなたのせいで彼女が逃げちゃったじゃないの。早く起きなさいよ。私のお賽銭は？何寝ぼけたこと言ってんのよ。あんたのせいで彼女が逃げちゃったじゃないの。何の話よ。私が何としてた子があんたが突っ込んできたせいで逃げちゃったのよ。せっかくの夜のひとときが台無しじゃないのよ。あーなるほどね。キャハハ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 ハ。ざまあみろー。何とした子が逃げちゃった？自分のことしか考えてないあんたが悪いんじゃないの？あんたには言われたくないわよ。キツ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 人の不幸は本当に蜜の味ねえ。てめえアリスに何してんだ。はう？なん？だと。マリサ。